ようございます。いてたたた、いてててて、おはようございます。皆さんナイスもよろしくお願いします。本日のナイスよろしくお願いします。ちょっとね、洗濯してました。起きてお風呂入って洗濯物して、ちょっと新しいカバーに変えて、今あの洗濯干してる、干してます。でちゃんと、実は今日デートなんです。ちょっと誰かが会った時のお楽しみで、会った時のお楽しみで、でどうしようかな。とりあえずあの夜からだからね、山田君おはよう。夜からだからお腹すいたし、なんかご飯食べて、あ、ゆあちゃんおはよう。洋服でも買いに行こうかな。どこ行こうかな、今日は。一回トンデム行こうかな。トンデムのさ洋服見に行ってないね。トンデム、アクジョン遠いよね。え、アクジョン、あ、夜の街ってこと？いやだって今日はあのデートだからもう行かないから、そういうのデートだから、そういうなんかチャラい街行かない。デートはあのその彼の家の近く。うん、あ、ありがとう。100均でもいいから。あ、ありがとう、おーちゃん、ありがとうございます。骨格アイテムやった。メイク、ありがとうね、ショッピング、みーちゃんもありがとう。ねえねえ、6時待ち合わせって早くね。ご飯、昼ご飯今から食べて、早いよね。6時は早いな。8時とかにでいいんじゃない。時間は全てあなたに、あなたの合わせますって。なんかハングルのさ、これ誰？これ誰かな？これ誰これ？
草薙これ。草薙か。ああ準備しなこれで。ありがとう。いいの？ちょっとニートじゃん。もう無職じゃん徳明さん。大丈夫？ありがとう。じゃあ洋服買う。洋服買うわじゃあ。ありがとうございます。ありがとう。今ちょっと外出ろうかな。トンデム行こうか。トンデムてか今日寒い？もしかしてなんか今日寒いんだけど。なんかもうアイロンメイクっていうよりも私ほらテンパじゃん。アイロンがないのがね。こういうお腹減った。ご飯食べに行こう。お楽しみ。どっちとデートかお楽しみ。お楽しみ。ちょっと本日のナイスよろしくお願いします。よしえさんといい勝負してます今。よし関よしえさんと。第2期。大丈夫かな。第2期1位取るぞ。1位取るぞ。洋服買って今日は今日ぐらいはおしゃれしてね。今日ぐらいはねおしゃれするぞ。デートいつぶり？デートいつぶり？ありがとう猫ちゃん。あゆちゃんありがとう。ちょっとよしえさんに、いやデコルテ姉さんに勝たないと。デコルテ姉さんに。お金持った。タバコ持った。勝つぞ。金持って。え、うん。ちゃんとお風呂も入ったし。300ナイスありがとう。大丈夫か。忘れ物ない。ちゃんと干してます。
干してます。みんなも洗濯物してるから雨降らないんだろうね今日は。今日のコーデ、もうこれはこれで可愛いけどね。これはこれでこれ流行ってるからね、こういうシャカシャカズボン。ほらこういうの流行ってんだよ。こういうね、行ってきます。いや見えてないってば。見えてないよ、ほら全然見えてないから。だから見えてないっすよ。じゃあトンデムン行って、あのトンデムンでちょっと買おうかな。ちょっとミョンドン、レンちゃん疲れちゃった。てか飽きちゃった、ミョンドン。ふい。洋服買いに行きます。今からあとですね、ホテル取りました。明日から3日間取りました。5つ星ホテル、だからいいかな。3日間だけね。いやもう本当にさ、寝ても寝ても、いや今日結構寝たはずなんだけど、なんかねきついと思う。だからダウンタイムあれ絶対しんどいから、なんもなくてもしんどいからさ。3日間だけね。ご飯食べて、ああエステいいんじゃない。マッサージとか行きたい。マッサージ行こうかな。どっかいいとこあったら。あ、そうなんだ。なんか韓国行く人多いね。もう。뭐가보여？어？잘보여요？유튜브。오。내얼굴다보여네。今から服買いに行く。あー何食べようかな。
なんかおもてなししてくれるらしいよ。夜ご飯、美味しいご飯ごちそうするからねって言われちゃったから、あんまり食べないでいこうかな。美味しいご飯連れてってあげるからねって。秘密、会った時のお楽しみのが楽しくない？ぶっちゃけどっちがいいの？みんな的にどっちがいい？ちょっとアンケート取ってみたい。られてる歌って、なんか右行っちょるわけじゃない、行っちょるわけじゃない、行っちょるわけじゃない、여기서는큰게들리는데이게어떻게찾아보려고네아니그래줄그래줄였잖아요그래절반을줄였다는거싶어아니50%를줄였다라고예예사랑하는시민여러분에한국국때노헬이이노지금대한민국5천만국민중에학생들은나노헬대바이크놓는사람있다초등학생중학생고등학생아리자나가許可なしで歌ってたんじゃない？許可なしで。たのでそのお金でワンピース買おう。いくら？あ、4000円貯まってる。4000円の服を買う。4000円の服を。お嬢様風。ちょっとさ、一回さ。これも私にいいんですか？あ、れいちゃんにもありがとう。あ、じゃあハート花火でちょっとコスメ買おうかな、コスメ買おうかな、じゃあ
先にコスメ行くか。まずコスメだね。でもちょっと早くご飯食べないと夜までにちょっと時間が中途半端だから、ちょっと早くご飯食べたい。早くご飯を食べたい。サザエさんにお給、あ、それいいね。柴田理恵さんでしょ。お給ってどこで買うんだろう。買ってあげようか。いや、18時からね。あ、ありがとう。あ、匿名さんありがとうございます。私に嬉しい、助かります。じゃあご飯、それはご飯代に、ご飯代にみんなに生かされてる、みんなに生かされてる。間に合うかな。一回家帰ろうと思ったんだよ。無理かな。なんでかっていうと、絶対にさ、物を忘れるんだよね。だから洋服とかコスメとかさ、買ってもさ、うっかりさ、あー、メイク代いいの？ありがとう。高額アイテム、ありがとうございます。え、そんなさ、いいんですか？ありがとうございます。あ、ABC からね、LINE 来てた。ありがとう、パチコメも。いや、時間が大丈夫だったら、うん、一回家帰って荷物を置いて行きたいよね。え、こんなことある？アンケート結果 50-50 272票。え、すごっ。 50-50 すごっ。え、ぴったし 50-50 ってこと？すげえ。それはすごい、すごくない？ぴったしで 50-50 です。すごいね。ちなみにここ、あのレバーをさ食べに行ったとこあるじゃん。この時間は昼だから、昼は洋服屋さんがこうやってね、あの、はい、いっぱいある洋服屋さん。私の服あるかな。ここほらあれだよ、あの レバーとユッケのとこだよ、ここ。レバーユッケ通り。こういうとこって値切れるもんね。いやいや、でもお腹減った、早く食べないと。せっかくごちそうしてくれるのに、お腹すいね、食べれなかったら。確かにちょっと年齢層がちょっと違う